豆占いの館にようこそ。ここではあなたの悩みや相談事をうさぎの豆ちゃんが占ってくれます。早速お便りを紹介します。27歳女性の方から。私には付き合って6年になる一つ年下の彼がいます。この間彼のスマホの画面をふと覗こうとするとさっと隠されてしまいました。見ようとした私も悪かったのですが、やましいことがなければ隠す必要ないのではないかと思ってしまいます。それ以降なんだか気になってしまい、彼のことが信用できないでいます。どうしたらいいでしょうか。お便りありがとうございます。まず6年も信頼関係を築き付き合ってこられたのはすごいことですね。ご自身でもおっしゃっていましたが、確かに付き合っているとはいえ覗き見しようとしたのは良くなかったかもしれないですね。しかしこういうことがきっかけでその後の展開が変わってきますもんね。ということでここでマメちゃんに選んでいただきましょう。1番水に流して何事もなかったように接する。2番隠していたことについて直接聞いてみて話し合いをする。3番隠したことには触れずに浮気をしていないか探りを入れる。4番信頼できなくなった時点で終了、別れる。それでは豆占いスタートです。はい、結果は2番でした。ストレートに聞いてみることは一番スッキリします。お相手の彼がどんな反応を見せるかで本当にスッキリできるかが変わってきますが、一度聞いてみましょう。その際は自分も覗き見しようとしたことについては謝れるといいかもしれませんね。悩みや相談事があるあなたはぜひともコメントお待ちしております。今の悩めるあなたをマメちゃんが癒し導いてくれるかもしれません。この動画が良かったと思ったあなたはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。